はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。ですね、皆さん、日本と韓国の、陸地をつなごうというね、日韓トンネルというものがあったのご存知でしたでしょうか？私、お恥ずかしながらね、全く知らなかったので、そういう記事を今回見つけてね、とてもびっくりしたんですが、まあちょっと私の場合、数年前まで海外に15年ぐらいね、住んでた経験があったので、まあ、そのせいもあるのかもしれませんが、多くの方がね、これ、まあ知ってることなのかもしれませんが、私はね、知らなかったので、ちょっと今回そういう記事を見つけたので、ご紹介したいと思います。まあ、日韓トンネルというのは、まあ、要するにこのウィキペディアにもね、載ってたんですが、この日本と韓国を結ぶこのトンネルですよね。全く知りませんでしたね。まあ、それに関する記事がありましたので、ご紹介したいと思います。では、いつものように記事の方は、誠司さんの方から読んでいただきましょう。では、どうぞ。日韓トンネル、ただいま利点、推進鳥取大会、400人参加。日韓国交正常化50周年を記念した日韓トンネル推進鳥取結成4周年大会、主催、日韓トンネル推進鳥取県民会議が、24日午後、鳥取市の鳥取市文化ホール大ホールで開催され、地元の県会議員、市会議員、町会議員、企業経営者、有識者など400人が参加した。記念講演では、元特命前遣大使、在ウクライナ、在シリア大使の天幸喜七郎氏と、木下義昭世界日報社会長が、アジアの平和と繁栄のための日韓トンネルの役割、重要性などについて語った。天幸氏は、東アジア情勢と日韓トンネルのテーマで、古代の日本列島と朝鮮半島は、北陸、滋賀、京都の神羅系渡来文化と、古墳群や上毛の群馬の渡来人集落、武蔵国高麗郡、神羅郡の設置からして深い関係にあった。相手国の歴史に理解を持ち、早く日韓の首脳が会談すべきとした上で、日韓が協力すれば GDP 国内総生産は合計6兆ドルなる。日韓トンネルが完成すれば、人的物的交流が飛躍的に拡大、多大な政治的経済的メリットがあると日韓トンネルの意味を強調した。また木下会長は、韓日本海時代と地方創生のテーマで、韓日本海は日本の縄文弥生時代から縦横の移動、経済文化交流があり、共存共栄の関係があった。現在は日韓、日中関係が停滞しているが、お互いが未来志向で努力すべき。北東アジア地域は北米、EU とともに世界三大経済圏の一つになる。その切り札が日韓トンネルだと述べるとともに、日本、韓国、北朝鮮、中国、ロシア、モンゴル国6カ国の自治体で構成する北東アジア地域自治体連合で、鳥取県が強い推進役を果たすことを強調した。さらに、東アジアとの本格的交流を深化するためにも、地方のオンリーワンの技術、製品、資源を開発、そのための人材育成、地方の特性を世界にアピールする文化、芸術政策の確立、推進をすることが地方創生のようであると語った。同大会は、人類の悲願である恒久的平和実現のため、民族、人種、国家の壁を越える国際ハイウェイの実現を目指そう。日韓トンネル建設の早期着工と、日本海新国土軸構想による地方創生の推進を政府に求めよう。同の大会決議をして閉会した。はい、というね、記事だったわけですが、驚けましたね。本当にね、私、これ知らなかったんですよね。じゃあ、ちょっと記事の方、お出ししましょう。こちらですね。日韓トンネル、多大な利点、推進鳥取大会400人参加。ね。そうです、これね。日韓トンネル推進鳥取、結成4周年大会と。まあね、さっき、ご紹介した記事が、こちらの記事なわけですが、まあこの方たちがね、記念講演を行ったと。うん、まあこんな感じで。はぁ、こんなのあったんですね。でね、まあこれに対する、ネット側のネットの反応としてはですね、ちょっとご紹介しましょうか。まあこれはね、まあご存知、2チャンネルのサイトなんですがね。
だが断る。いらんがな。海の底で潰れちまえ。変なことすんな、鳥取とね。まあ、これはですね、まあ予想通りというか、まあ当たり前の反応でね、最近の夜間ブームというか、まあ喧嘩ブームでね、そんなトンネルね、作るのに賛成する国民がね、いるわけありませんよね。まあ、いるわけっていうか、いるのかもしれませんけどね。うん、まあ大方の国民はね、こんな話を聞いた時には、もう、笑ってしまいますからね。こんな感じでね。ただね、これちょっと調べてみたら、そこまでね、笑うようなことでもないみたいなんですよね。まあ、最初ね、この記事を私見つけたときは、まあ、この記事がね、どこの記事かなと思ったら、このね、世界日報で、このね、会社案内と見てみると、株式会社、世界日報社。この世界日報社とはどんな会社かなと思って調べてみたら、ウィキペディアに載ってましたね。世界日報。発行者は世界日報社で、初代会長は世界キリスト教統一神霊教会。まあ、統一教会ですよね。統一教会。あ、なるほど。統一教会か。と、より納得しましたよね。まあ、統一教会を知らない方はですね、まあ、要するに韓国で生まれたキリスト教と簡単に言ってしまえば、いいのでしょうか。まあ、これね、ちょっと黄色でマーカーを引いたんですが、この新聞は、教科書用図書検定で侵略を進出と書き換えさせたことが誤報であるといち早く報道する等に代表されるような保守派の利益となる報道に勢力を注ぐことで知られると。ね、要するに侵略を進出と書き換えたことが誤報であると。まあ当然のようにね、韓国よりの報道になるわけですよね。まあ韓国初の教会ですからね、教会というか宗教ですから当たり前ですよね。で、また違うページを見てみますと、書いてますね。韓国発祥のキリスト教系新宗教団体である、ということですね。しかし、一般のキリスト教会は、世界キリスト教統一、神霊教会をキリスト教の一教派とは認めていないと。まあ、世界のキリスト教からは、この、統一教会は認められていないということですね。怪しいですよね。で、怪しいんですがね、またさらにちょっと調べてみたらね、こんな記事があったんですよね。あ、ちなみに日韓トンネルの場所ですが、最初にね、お見せしましたが、まあ、この辺を、この九州のね、この辺が出て、対馬列島ですか、対馬列島の下を通って、釜山の方に行くんでしょうかね。で、戦前からね、この構想はあったみたいですね。ただそれが、なくなりまして、まあ、その計画が頓挫しまして、戦後になってこの統一教会が主導になって、またしようじゃないかという声がね、まあ、団体から上がったと書いてありますが、まあね、韓国から出た統一教会だったらね、作ろうと言いますよね。ただですね、これ安倍首相も結構ね、このことについて述べているというね、記事を見つけました。それがね、こちらなんですが、これですね。まあ、これは、ブログの記事なんですが、安倍首相がトルコで語った夢、産経新聞、日韓トンネルを作り、東京からロンドンまで新幹線を。ほう、新幹線を。日本から、東京からロンドンまで。ということをトルコで語ったらしいんですよね。まあ、こんな感じでね、これ何かの雑誌の、まあ、写真だと思いますが、で、ここで、日本の安倍首相とトルコのエルドアン首相が、これ何年でしょうかね。2年ぐらい前でしょうかね。この記事が2013年なので、そうですね。
まあ、1年半ぐらい前のことで、トルコで行って、で、安倍首相が次のように語ったと。さあ、次は東京発イスタンブール。すいません、どもりましたね。東京発イスタンブール。そしてイスタンブールからロンドンにつながる新幹線が走る夢を一緒に見ようではありませんか。こんなこと本当に安倍さん言ったんですね。で、まあ要するにアジアと、ね、ヨーロッパ横断する鉄道構想をぶち上げたと。ね、全く私知らなかったんですが、本当にこんなことがあったんですね。まあでもね、それこそ本当にそこを新幹線が、日本の新幹線がね、新幹線技術がそこで、使われるということになったら、これはもちろんまあ日本にとって素晴らしいことだと思いますがね。うん、まあただ、どうなんでしょうね。韓国とね、日本がつながるというのは、結構現段階だと国民から相当な反対が出そうな感じですけどね。まあでも私個人としてはね、しっかりその辺の、なんていうんですかね、まあ空港のあるようなね、なんていうんですか、言葉が出てきませんね。しっかり、検査する、窓口というかですね、まあ、違法に侵入できないようなところですね、空港と同じようなところをそういう駅でね、作るんで、あればまあ別に飛行機であろうが、それがね、ただ新幹線、列車に変わるだけであるので、まあそこまで、気にすることはないのかなと思ったりもしますが、やっぱりどうなんでしょうね。簡単に、まあ陸地というかね、海の底になるわけですが、トンネルで つながるっていうことに対して、ちょっとね、危ないなっていう、感じはしますが、ちょっとね、これ私ちょっと知識が不足してると思うんで何とも言えませんが、うん。どうなんでしょう。という感じですね。まあ、結論はないんですが、今回の動画。まあ、ちょっとね、気になったので、皆さんに、ご紹介してみました。まあ、今回皆さんにね、お見せした、ページのウェブサイトなどの URL は、この動画の説明欄に、書いておきますので、まあ、もしよかったら興味ある方、見てみてください。って感じですね。はい、ではまたまた長くなってしまいましたが、動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。